なぎさ、丁寧な紹介ありがとうございました。助かりました。はじめまして、こんにちは。名前は坂本義行と言います。で、ネオガイアジャパンの人間でも なければあのテレファイトアンバサダーでもない僕がなぜここに立ってるのか分かりませんが、あの3000円払いに行こうかなと思って、後であのどんな感じで来たらいいのか、まあ、ちょっと考えてきたんですけども、あなかなかあのまとまらなくて、まあでもあの奇跡的にあのテラファイトと、出会うことがあのできたんですね。それはあの今から5年ぐらい前ですかね、淡路島で大会があった時にあの、ね、子供ら連れて行って、あの内藤さんがたまたま応援に来てくれてたんです。まあ、内藤さんがね淡路に会った時ですね。であのいつもボコボコの神戸市内のボコボコのグラウンドでね、あのアスリストリートみたいなサッカーやってるんですね。で淡路のあのそこの大会に行くと綺麗な芝生がねいっぱいあってね、自分もいい年してね、あの蹴りたくなってきて、ボールを久しぶりに蹴ったらね、本当ありえないぐらいのその肉離れを起こしましてね、パチーンって言ったんですよ。あれどっかから音聞こえてんけど、で次歩いた瞬間歩けないんですよね。俺やってんな今の音を言ってね、そのふくらはぎを見るともう完全に切れてるんですね。もうこんな肉離れやったことない、もうこれはもう3ヶ月以上かかるやろうというようなね、もうあの怪我だったです。で、まあ、すぐ応急処置で、まあ、氷で冷やして、まあ、その時内藤さんがテラファイトのねこのピンクをこう持ってきてくれて、じゃあここにあのやっとけよと、こうやってそれなんですかみたいな、もう感じじゃないですか、もうこの色もなんかねえどこで作ってるんですかみたいな感じで、で、まあ、まあ先輩なのでじゃああの借りますってあのやってたんですよ。これ本当間違いなくあの松葉杖がいるぐらいのあの怪我なんですね。もう本当切れてるんですよ。もう現役でもないぐらいの切れ方で、で、まあ半信半疑なんですけども、まあこれ持っとけよと、貸してあげるから。で、あの、まあ、まあ言った通り方向だけあるからというんで、まあちょっと軽めなんですけど、そんながっつりはやってないんですね。で、まあまあ水のことも言われたので水もちょっと飲みながら、じゃあね、あの本当に2、3週間でもう治ってボールが蹴れるようになったんですね。いやでも俺の体が強いんかなとかね、まだ信用してないわけですよこれをね。なんやなこれ、でもこれなんかな。病院も行ってないんですよ、病院も。もう治ったぞと、いや子供らもびっくりしましてね、一緒にあのコーチしてるやつも、いやそれはありえんぞっていうふうな、びっくりして、やっぱこれなんかなって、まだ信用してないです。それでもで、まああのね、まあ内藤さんと食事行くことになって、なんか白子かな、なんか食べたんですよ。で僕あの痛風持ってるんですね、10年以上前から。でもう2週間3週間ひどい時はね、あの発作が出て、練習もねもうほんまこ引きずりながら、もうそこからそこからに10分も15分もかけてね練習行くわけですよ。これをねあの子供たちがずっと見てて、もう苦しんでたんですね。でもう最後に病院行こうと思って、病院行ってあの毎日もう薬を飲んでたんですよ、うん、でそれでもね出とったんですね、痛風発作が。困ったなこれ、しんどいなって。で思いっきりそのサッカーの指導やりたいけどできないでね、その時もやっぱ内藤さんは、お前この薬なんか飲むなよと、なんそんでそんな恐ろしいこと言うんですかと。俺も毎日出ますよこんなのね、ひどい時発作起きるともう10日ぐらい続くんですね。もう車の運転なんかねしようもんならもう感覚がないんで、もうブレーキも踏みすぎたり弱すぎたり、そんなんでも仕事やってて、これいつかどないかなるぞというふうに思いながらね、生活したんです。
で、まあまあ、でも内藤さんがね、そうやって言うなら、よし、もう思い切って、もう出てもいいわと思って、もう今日から薬飲むのやめた。で、やったんですね。意識して、ちょっと水もちょっと多めに飲むようにして、そしたらね、出ないんですね。あれ、また俺の体が強いんかなとかね、いろいろまだ信用してないわけですね。で、ね、まあそういうのがね、まあその、まあ、で発作も出ないで何ヶ月が続いて、やっぱこれちゃうんかなとか、ようやくもあのこれやろなってなったんですね。で、あの、まあ、そのままね、まあいろいろ試してみて、まあ人体実験を、ね、まあいっぱいとにかくしてくれと言うんで借りたので、食べたあかんまで食べてたんですよね。ホルモン食べたりやったわけですね。出ないんですよ。それでもいや、これもう宇宙やなって思ってね。もうこれもう間違いない、もう絶対これやと。で、まあ、あのネイスさんが言うように、あの朝晩風呂入ることも、自分でまた一つコスモを買って、あのそれでお湯ためて毎日やってるんですけど、まあ、去年ちょっとね、あのそしてミスりまして、忘年会が何回か続いて暴飲暴食をねしてしまって、発作がとうとう出てしまったんですよ。まあ溢れて、でも歩けなくなって、もう、まあ、練習あるからもうなんとかもう休まれへんと思って行くわけですよ。で行って、どうしてももう痛すぎて、もうどこ歩いても剣山なんですよ。もう張り踏んどうみたいな、ちょっと今日はごめん帰ると、もう治療すると言って、あの帰ってテラファイトの風呂7回ぐらい入ったかな、入って出て入って出て7回ぐらいやったんですよ。で、まあ夜になって寝て、次の日の朝、まずベッドから降りて足つくのめちゃくちゃ怖いんですね。痛いので、もう10日ぐらい本当痛いんですよ。普通につけるんです足が。で、次の日練習行って、もう前の日こんなやったのに普通にこうやって歩いていくんですよ。みんなびっくりして、今までてそんなの見たことないと、うん、だからこのね、そのテラファイトに出会うために、そういう痛風とか、ね、あのサッカーのやつの、そのね、あの肉離れとか、怪我せなあかんかったんやろなっていう、こうテラファイトで出会うために、そんな風に思ってきましたね。後でですけどね、社長がよう言うのにね、試されとんかなあいうねそんな風にね、今はね思ってます。でね、あの出そうになったらね、あのちょっと分かるんですね。あ、痛いな。でも、まあ、まあサッカーのコーチやってるので、あのあれ今日蹴られたかなとか、くねったかなとかって錯覚するわけですよ。何をボールも蹴ってないのにただグラウンドにおるだけやのにでもやっぱり痛風、やっぱそれはね、あの痛風のあのね、出る前のね症状なんですよね。もうそれがね、最近ようやく賢くなって気づくことができまして、もう先にこれで、ま、お風呂入ったりマッサージするともう発作は出ないんです。ほんとね、この発作が出ないだけでこんなに幸せになれるのかと、ほんと感謝しかないです。ほんとあのね、体が元気であれば心も元気になれるし、ね、まあ、どっちがかけてもダメですけど、うん、そういうのをあの実感できました。あのテラファイトでほんと苦しかったです。あの痛風は気にしてても出るんですね。まあ、去年ちょっとミスってあの 出てしまいましたけどもあの、ね、これだけに耐えるんではなくて、やっぱり意識的にね、自分であの食べ物とかね、水、野菜、
バランスよく食べるっていうこともやっぱね、あの気にしながらこれをあのナチュラルに使っていくと、はい、さあ自然と出なくなったっていう、そこまでは意識、そこまで意識はしてないんですよ。でも自然と出なくなったって感じだったけど、これがねやっぱりねすごいですね。で、あのサッカーの今2011年からあのチーム立ち上げてやってるんですけども、今あの教え子で、今21歳かな、あのモンテネグロの方でね、あのサッカーの、プロの選手になって、去年あたりですかね、コスモとアースを持って帰ってあの向こうで試してみるというんで、この前 LINE をしまして、ね、返事が返ってきました。やっぱあの感覚がね、まあ、当然サッカーの プロ選手なので感覚はいつも、ね、研ぎ澄まされてないといいプレーできないんですけども、より言葉失いました ね、あ研ぎ澄まされているとより、うん、でこの前も得点しましたしね、でずっとフル出場かな、まあ、まあだからその子がまたね、あのテラファイトをね、あのまあ、世界であの、ね、そのサッカーをしながらその宣伝してくれると、そういうふうに思ってます。で、あの、まあ、あのそういったテラファイトがあって、また上森社長とあのつながりを持たせてもらってね、山行って、ね、いろんな話を、ね、させてもらった中でね、あの今回、ね、FC リブレっていうんですけども、あのそこのね、あのスポンサーをやってくれるというので、あの今度からね、あの、まあ、練習着にここにテラファイトっていうのが入って、はい、あ子供らね、あの保育園から中3まで、はい、あテラファイトが走ることになりますゼロ事故やなってで、あの、うん、あの練習でもね、やっぱこうテラファイトアースなんか特にね、やっぱ怪我した後すぐやってあげるんですよ。ちゃんと本当もう、あこれもう1週間ぐらいあかんやろなっていうやつでもね、もう20分ぐらいしたら治ったってまた戻っていくんです、グラウンドの中に。いやまあほんまかでもいや本当なんですよね。で次の日も聞くと、いや痛みないですと、うん、まあそれ内藤さんからも聞いてたので、あの怪我した手が一番効くというので聞いてたの ですぐね、あのそういうのでやっぱりサッカーでも活用してます。でもコスモの方もやっぱりあの子供はやっぱりあのあれですね、純粋で真っ白なので、やっぱりそういうこういうエネルギーを使うと、ね、コスモなんか使うとやっぱね、あの本当すごい集中して試合できた時もあります。まあもっともっとこれをね、やっぱあの活用してやればね、ちっちゃいうちからやればもっともっとこう、ね、世界に通用するような、ね、選手が日本から生まれてくるんじゃないかなと、ね、ちょっと感性が鈍ってる国になってると思うので、やっぱ感性をね、これを使って取り戻していくと、ね、そういう、ね、テラファイトとともにね、やっぱり社長が言うね、あの世界平和ですよ ね人に、勇気を与えるね、人に感動を与える、ね、そういうような、ね、あの人間作りっていう、あのサッカーを通じてやっていきたいと思います、うん、まあ、それをするにはテラファイトは絶対欠かせないと、あそう思っています。